よし、早速スクールとするか。電源どこだ？電源あった。何度にしようかな。140度ぐらいでいいや。今日は焼きそばの方を作らせていただきます。まずは油を投入。暗くねえかこれ画面。暗えな。明るすぎるか。まあこんなもんでいいか。よし、まずは切る。素材を切る。俺はもう欠片も容赦せんぞ。食材を切り刻んでしまう。何もかも用意ができてね。何もまだ普通料理番組とかそこら辺に材料が置いてある状態で始まるけどさ、俺まだ切ってすらいねえっていうか、取り出してすらいない。全て冷蔵庫とかの中に入ってる。おい、ちょっと早えよ。あったまるのか。まあ待てよ、まあ待てよ。うわ、ちょっとやべ、これ手袋つけて、あー、手袋がビリってなった。ちょっと待って、ちょっと待て。今ニンニクを取り出してるところなんだけどさ、手袋をはめたままニンニク触るとさ、ニンニク手袋になっちゃうから、俺はそこを懸念したのよ。今手袋外して切ってる。よし、あー、ニンニクは転がっていった。まあいい、関係ない。そんなことは、そんなことは関係ねえ。これを入れろ。やっぱさ、顔出しとかしないからさ、画面が地味だからよりライブ感のあるね。よりライブ感のある食材を入れていかないといけない。飯テロ感だけでも出していかないといけないからさ、食材は基本的に味の濃いやつにしてこう。味の濃い食材を作っていきたい。ちょっとごま油足りなくねえか。どうよ、ごま油足りねえっていうか、なんでこんなごま油脇に。いい加減にしろ。混ぜるぜ。おい、ニンニクども、お前を俺の子供だと思って育てていくぜ。こんなところでいいか。なんでこう端によるんだよ。これ真ん中に来いよ。まあ軟癖をつけていても味わわない。ニンニクに軟癖をつけてもな。お皿用意しよっか。よし、さあ次だ。次はキャベツを切るぜ。やはりキャベツだろうが。料理、焼きそばといったらな。焼きそばといったらキャベツだろうが。おい、ちょっと手袋つけたまま焼きそばむけ、キャベツむけねえんだけど。ふざけてんな、このキャベツ。切ろう。許せんわ、このキャベツ。このキャベツ許せんわ、俺。手袋いちいち外さないといけないんだよ。めんどくさいな。ドゥルデ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 レデレ。おい、火ついてる。お前火ついてっか。おお、ちょっとずつ音が してきたな。感電してきたわ。ホットプレートも、ホットプレートは感電の糸をたどっている。よし、よっしゃ、キャベツを投入するぜ。キャベツ軍団投入。
ライブ。ライブ中継か、これは。これ生配信？生配信と見守っても無理のないライブ感だ。あまりにもライブ。さあ行け。第2の兵を入れる。よし、もやし軍到着。ブシュッ、助太刀いたす。体に優しいお手軽野菜もやしだってよ。おい、この携帯のカメラ6分しか撮れねえんだけど。6分撮ったらもういっぱいになって、容量がいっぱいになって止まるかって。まあそんなこと置いておこう、ひとまずは。さあ、君たちの本当に欲しいものを今開けようじゃないか。ニンニク、キャベツ、もやし、物足りないだろう。君たちの欲しかったのはこれ。ハーフベーコン。この脂身をお前たちが欲していたはずだ。これを切らずに投入する。切るな、ベーコンは。なぜベーコンを切る？生産者に失礼だ。もうちょっと温度上げるか。170度ぐらいするか。ベーコンは切るな。生産者に失礼だ。生産者は最も人の食べやすいように考え、ベーコンを刻んできた。このでかさがベストだと。それが生産者の願いである。俺はその生産者の願いを受け取った今。私は今受け取ったよ。狭いな。よし、どうだい。腹の鳴りが止まらねえんじゃないか。君たち、ギクッ。バレたか。お前たちの腹の鳴りは聞こえている。さあ、そしてこの焼きそば、やっぱりまるちゃんよね。見ろこれを、マルちゃん、焼きそば。ずっと変わらないこの味を。ピカチュウ。ピカチュウに頼らざるを得ないマルちゃんの懐事情。ピカチュウとかいう生物に、売れっ子俳優に頼らざるを得ないマルちゃんの苦労。本当はこんなやつに頭下げたくねえだろうな、マルちゃんも。マルちゃんもこんなやつに頭下げたくねえだろうに。でも仕方ね、それが商売ってもんよ。丸もピカチュウに頭を下げないか。ちょっと温度低くない？これもう190度ぐらいでいいでしょ。おい、早く焼けろ。焼けているところを映すんだよ。バチバチと音を立ててよ。もっとライブ感だ。もうこれカメラ遠い、遠いよカメラが。こうだ。おお、これでいいだろう。これはき、よし、3度目の起動。容量が足りなさすぎるな、このビデオ iPhone。 よし、それではこの、さっきも言ったかもしれんが撮れてないかもしれないので、まるちゃん、ずっと変わらないこの味を、まるちゃん焼きそば。カチュー。まるちゃんも本意ではないだろう、こんなやつと手を組むのだな。しかし目的のためにはこいつを利用してやるか。目的のためにはこいつを利用してやるか。まるちゃんも苦渋の決断。本当はこんなやつに頼りたくないよ。まるちゃんだってな、今まで硬派な焼きそばメーカーとしてやってきたのにさ、こんな突如現れたピカチュウとかいうやつに媚びを売らないといけないなんて、その苦しみ。先ほどまるちゃん製麺を入れたところで動画が停止。意外とこれスマホで撮ると容量との戦いになるな。まあ、がっつり増やしてきた。さあ、そしてこの焼きそば、すでに私はこれを投入するに至る。その前にちょっと炒めとくか。ちょっとさ、容量格闘してる間にさ、軽く野菜が焦げてんだけど、まあこのぐらい焦げた方がいいか。
男と野菜は少し焦げた方がいい。少しばかり。もうちょっとなんかしなしなだな、これ。これなんかうまそうじゃないよね。このぐらい焦げた方がさ、焼きそばはうまいでしょ。もうちょっと火力上げろよ。炎上しろ。強火にしよう、もう。ファイヤーモードにする。そう、見ろ！この焼きそば感。だいぶ感が出てきたんじゃないの？さあ、そしてこのソースをおもむろに。かけるぜ。恵みの雨を降らす。さあ、受け取れ焼きそばたちを。これが俺からの、レクイエム。なかなか出ねえな。レクイエムが、なかなか出てこない。なんでこんな小出しなんだよ、この、粉。バッと出ろよ。小出しすぎるだろ。財務省並みに、小出しにしていく。さあ、社会分子も入れたところで、ここまでいっぱい。タバスコも用意したぜ。まあ、タバスコあっていいか。で、まあ、ちょっとこれ置いといて、麦茶を作るか。やはり焼きそばには麦茶を。これは世界の真理。これだけは迷いではいけない。焼きそばに麦茶。それを曲げることは許されなかった。おい、手袋に着くなよ、この靴と氷。効率なも俺は許さない。効率なも俺に反逆してくれ。氷までもさあ、そして氷を作ったら新しく氷を入れて次の氷を作ることも私は忘れない。そしてまた手袋をはめてと。めんどくせえな、この手袋。なんで手袋をはめてんだろう。さあ、麦茶ができたぜ。麦茶、これが麦茶だ。見たことあるかい、実物を。ブラックニッカ。これが麦茶なんだよ。近いな。カメラが近いんだよ。さあ、焼きそば混ぜるぜ。このライブ感。見たまえ。このライブ感を。完全に焼きそば前としてきたな。この風景が。おお、これは。誰がどう言っても焼きそばだ。時の権力者がこれをうどんだと言っても俺は焼きそばだと言うだろう。言い張るだろう。さあ、できました。ちょっとこれキムロを入れてみるか。キムロを入れるために、あれ、あれどこ、ヘラ、ヘラあった、ヘラ、ヘラ、あれ、カツオンじゃなかったっけ。カツオの日だったら見てくれ。あれ、カツオ急いろ、焼けてるぞ。いつものどこだよ、いつものが優秀だ。いつものだ、カツオ。さあ、もうこれ、オットブレートちょっと切っていいな。さあ、できました。この上に、磯野を乗せる。いろ！おいえ！ダンス！ダンスしている。さらに、おい！青のり。許されるのか、こんなことが。さあ、そして、気分だけでも、こう。気分だけでもね、ヘラを使って。じゃっじゃっじゃ。じゃ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 。はい、終了。ヘラタイム終了。ヘラの出番終わったわ。ヘラ終わったな。さあ、これあと何分取れるんだ。まあ多分2、3分取れるだろう。よし、では実食。おお、これこの状態で実食ってどんだけの贅沢。俺、過保物、タバスコかけるか。過保護すぎるな、俺。タバスコもかけちゃうぜ。これが新世代の焼きそばだ。ただ、その前に、この麦茶で乾杯といきましょう。
まい。聞いた今のカラカラ音。さあそれじゃあこの焼きそばをいただくとしましょうかね。これは絶対にうまいだろう。パッサパサなんだけど。なんで？思いのほか。まあいいや、ごま油入れば解決だと思う。この世の中のほとんどの悩みはごま油を入れることで解決することは分かっている。カリッカリ、野菜がうますぎる。これはうまい。そして麦茶。うん。そしてこの焦げたニンニク、これをベーコンで巻く暴挙。ニンニクのベーコン巻き。うん。ちょ、薬が足りねえ。薬が足りねえわ。本当だけど。うお、焼きそばのこのキャベツの塊を発掘した。これを入れよ。納豆薬味。何にでも合うから、これは。何に入れてもうまい。これも入れる。何に入れてもうめえからこれ。まずくなるわけねえんだよ、ラー油を入れて。
麦茶粉チーズ入れるわ。絶対うまい。ごちそうさん。転生したらヤムチャだったけん。発売中。俺の使ってる枕です。それでは今日はこの辺でいってらっしゃい。